えー、小次郎さん戦国時代西日本では一部の大名が宣教師たちに日本人を奴隷として海外に売り飛ばしていたと聞きました当時の日本人の人身売買に対する考え方や価値観みたいなものは日本人と西洋人の間には何か違いみたいなものはあったのでしょうか例えば黒人奴隷の青年であった安家を奴隷として扱わず人として扱い歌詞に取り立てた,た信長などは日本でも特殊ケースだったのでしょうか はい、ご質問ありがとうございます。まず、第一に、我々日本人には、基本的に人種差別という意識が全くありません。そもそも日本人っていうのがかなりの根血でして、まだあの、大体3人用に人が集まったら、みんな顔立ちが違うじゃないですか。丸顔もいれば、四角い顔もいる。細長い顔もいれば、平べったい顔もいる。彫りの深いやつもいれば、そうではないやつもいる。色の白いやつもいれば、色黒のやつもいる。髪の毛も、チリチリのやつもいれば、割とストレートでこう、えー え、髪の毛が細くて、スラッとした髪の毛のやつもいる。眉毛の濃いやつもいる。薄いやつもいる。唇の厚いやつもいる。薄いやつもいる。もう本当に日本人というのは様々です。いろんな世界、日本人、日本という国は、これはユーラシア大陸の東の果てにあって、ユーラシア大陸を東へ東へと流れ込、流れていった人たちが最後にたどり着く。そして、日本の東があってもう太平洋ですから。もうこの先がない。ということは、この日本列島の中でなんとなくみんな血が混じり合い、 なんとなくみんなでお互いに助け合い。まあそうやって長い歴史を築いてきたという、そういうものがあるわけです。したがって日本人は基本的に人種差別とか、ああいう概念を全く、全く持っていない。ここがまず、一番のキーになります。で、ご質問の戦国時代、一部の大名は宣教師たちに日本人を奴隷として海外に売り飛ばしたという、ここの部分なんですけれども、実は日本に種ヶ島、 つまり、ひなわ式のこの銃ですね。この銃が入ってきた時に、銃はすぐに、ポルトガル人から買った銃と同等の性能のもの、そしてさらにその性能をやや強化したようなものを日本国内ですぐにこれは作ることができたんです。できたんです。ところが、銃っていうのは火薬を用いるわけです。あの、ちなみにですね、銃ってこの銃、 えっと、銃の筒がありますよね。筒があって、火薬があって、で、まあ、先っちょの方から弾を入れて、で、弾を発射すると。引き金を引いて、弾を発射するという形になるんですけれども、あの、火薬っていうのは、これは爆発するんじゃないんです。この筒の中で爆発するんじゃなくて、この筒の中で極めて短時間にブシュッと燃えるんです。燃焼するんです。 で、この燃焼、燃焼することによって温度が上がり空気が膨張するんで弾がビュンと出ていくというそういう仕組みになります。で、日本にはこの火薬を作るための小石というのがなかったんです。だから日本国内ではこの火薬を作ることができない。で、銃は、銃があっても火薬がなかったら役に立たないじゃないですか。そこで銃は国産で量産をしたんですけれども火薬だけは 西洋人から買わなければならないという事情が生じました。で、この代金なんですけども、今のように国際金融があったような、そういう時代ではありませんので、火薬と何らかのものを交換したんです。で、その時に、この西洋の人たちが日本のお大名さんたちに要求したもの。火薬一たるってね、このぐらい、大きさこのぐらいなんですよ。結構ちっちゃいんですよ。 この火薬ひとたるに対して、日本人の若い女性50人と交換だった。日本人の若い女性50人と交換になりました。で、えー、この日本人女性は、要するにヨ、ヨーロッパに奴隷として売られることになったわけなんですけれども、西洋では非常にこう、働き者で従順で、えー、な、日本人女性。これが、うんと、 天国の助官たちという、普通の,の,あの農家の娘さんなんですけれどもあの、ジパングという、ジャパンという天国、黄金の国、天国、黄金の国ジパング。この黄金の国、つまり理想の、えー、国の高貴な助官たちという名目でかなり高値で売買をされたというふうに、 さえられております。ところが、適齢期の女性を一たる 50, 50人と交換する。そうすると、えー、例えば100たる交換するということになったら、5000人の若い女性が日本,日本列島からいなくなるということになるわけなんですね。このようなことが行われているということに対して、脳を叩きつけたのが、これが秀吉であったということになるわけです。まあ、そういうつながりになっていきますね。あのー、 で、実はこの時に、ヨーロッパに渡った女性たちが、現地の男性と結婚して、そして極めて日本人に近い、日本人のような生活をするといったようなことが、向こうで行われました。つまり、日本人村ができました。で、これは今でも、その日本人村の人たちというのは、やっぱり、なんとなく特徴が日本人によく似ている。 まあそういったふうな人たちが住んでる村というのが存在をしているというふうな状況になっています。この日本人女性たちが奴隷として売られているという、このことについては、天正少年施設団がヨーロッパに行きましたよね。この施設団の人たちが、日本人女性が市場で売られているという様子を実際に目で見て、このようなことはあってはならぬ。このようなことを何としてもせかなければならぬという、 ことを、これを国に帰って、日本に帰ってきてから報告をしています。で、期間なんですけれども、比較的、この日本人女性が売られていたという期間は、比較的短い期間で済んでいます。というのはどういうことかというと、火薬の原料になっているものが何か、っていうことが、た最初はわからなかったんです。ところが、その火薬の原料、これが基本的に硝石を使うんですけれども、この硝石というのが、要するに粉尿、粉、人粉、 が固まって結晶したものであると、結晶化したものであるということが、これだんだん、だんだん分かってくるんですね。で、人分であれば、日本国内にもいくらでもあると <laughs> いうことになりますので、国産の小石が作られるようになっていった。従、まあ、って、えー、日本人女性を売る必要がなくなってきたというふうな流れになっていくことになります。ご質問ありがとうございました。日本をかっこよく、日本をかっこよく、 日本をかっこよく。